皆さんこんにちは、西田春子です。私もですね、ダニエルと同じで、この後ろにいつも立っていろんな話を聞いている、裏側の人間だったんですね。パートナーチームのリーダーをずっとやっていて、でその後 TEDx 渋谷というのもファウンダーになって、でここで、皆さんの素晴らしい話を紹介していたのに、なぜ私が話をするのかということなんですけど、とにかく今私が TEDx のコミュニティと関わってきていて思っていること、それからやってきたことについてちょっとお話ししたいと思います。まずですね、マインドシフト、私自身のマインドシフトなんですけれども、 TEDx Idea Worth Spreading、 そうだよね、素晴らしいよね、なるほど、でもそれでどうすんのあんたっていうことなんですよ。で私自身もいろんな素晴らしいアイデアを聞いて、そうだな、ああだな、こうしよう、ああしようっていうのがあるんだけど、なんか動かせない自分がいた。でも変わろう、そこに一つヒントがあるのかなと思ったのがこれです、マインドシフト。私たちってやっぱり何を求めているんだろうっていうことでいくと、このオールドエコノミーじゃないよねニューエコノミーだよね。でこの日本語で喋ってるんですけど、日本語のわからない方もこれを見ればわかると思います。 You could understand what I'm going to tell just looking at this new economy。 そう、私はやっぱり自分が住むんだったらこういう世界に住みたい、ニューエコノミーに。じゃあただ座ってるんじゃなくて、せっかく素晴らしいアイデアをいっぱい聞いたんだから何かやらなきゃということで、ちょっと考えを巡らしました。つまり私がなりたいって何だろうって思った時に、ニューエコノミーを作るためには、単なるコンスーマーセントリックなソサイティからプロアクティブなバリュークリエイターになりたいっていうことだった。でもこれって何？ How to create ですよね。で考えた。人間はそもそもホモファーベル、物を作ることによって人間になったんだぞっていう、これはベルグソンというフランスの哲学者の考えですけど、これに痛く感動しました。何かやらなきゃってやりだしたのがこれです古い着物の生地を使って自分自身でアロハシャツを作ってみた。楽しい、いいよね。ちょっとね、ここら辺よれてるねなんかミシンが行き過ぎちゃった。でも自分で着るんだから関係ないじゃん。で裏にストーリーが、自分で作ったんだよって、これは大変楽しい。さっきの宮崎さんが言っているアクティブコンフォートね、能動的な快適さをまさしく得られる行為だ。だからやろうじゃないのと思った。で見たらシューマッハも言ってる「Small is beautiful」の話の中で「Appropriate Technology」、それは大きなシステムじゃなくて、人間がこの手のひら、人間のサイズで使える小さな規模の技術でいいんだよ。そうだよなって思ったんです。そしてさらにガンジー、彼が言ってるのもマストプロダクションじゃないけど、大衆による生産によって救われるっていう、こういう話だった。そうだ、私はやっぱりこれがやりたいんだなっていうことでやりだしたのが、まず最初にソーシャルイノベーションっていうのをそこから生み出すためには、個人が小さなことをやればいいんだよ。それはアタカさんの話と同じですね。でいくと、身の回りにできることで何か手を動かしてやりたいっていうことからいろいろ考えた。それがシビックエコノミー、身の丈の経済、地域のエネルギーを利用して自給でいろんなことができる。今やそのエネルギーの問題さえ解決できれば、みんな自分の好きなところで好きに生活できる、そういう手仕事でも何でもできるっていう時代が来たんじゃないのかなと思っています。なので身の回りの資源を生かそう、創意工夫でそれを生かすっていうことが大事なんです。創意工夫が大事。それはデザイナーに任せるんじゃなくて、みんな自分自身でやろうよっていうことだと思う。ということで、私は初めまして、まず東北の被災地の女性の手助けをしました。で、手仕事を使ってその地域でコミュニティを作りながら自分たちの仕事を作る人たちを助けて、で基金も作りました。だけど私自身何もしてないよねって思ったのよ。だからもったいないっていうことをキーワードにして、この社会に役立つことをマインドシフトするための運動を作りたいっていうことで、シェアエコノミーとこれをくっつけてみます。とするとですね、ポートランドに例があった。ポートランドクリエイティブリユース、いろんなリビルディングセンターとかっていってですね、古い住宅の端材とかを使いながらまた新しいお家を作るとか、それからこんないろんなヴィンテージショップとかいっぱいあるね。これシェアリングエコノミーだし、今まである大事なものを、捨てられるものをもう一回作り直す、そういう作って価値を出すっていう、そういう文化がありました。でも日本にもあるよ、ね、継ぎ手とか大工道具で、日本の大工の素晴らしいのは、木材をもう一回リユースできるように、釘を使わないでばらせるように最初から作ってる。それから先織り、着物ですね。これも着物のリメイクですけども、これのさらに古くなっちゃったらこれを先織りして織物にしてまた作り直すっていう、永遠のリサイクルができるわけです。なので私がやりたいのは DIY にクリエイティブリユースという古いものをちゃんと生かすという、そういうことだということで、友達と始めるんですが、この名前リンネバート、つまり皆さんがものづくりを楽しむ環境を、環境にいいクリエイティブリユースの発想でやる場所で、やっぱり私がやるんだから飲み物がないと、お酒がないといかんということでバーになったというわけです。なので、次これを始めるときに新御徒町という場所を見つけました。で、新御徒町ってもともと職人の町です。職人の町で、近くにデザイナーズビレッジっていって小学校を改造していろんなアーティストがものを作っているところがあります。その近くでバーをやります。だからいろんな人の、周りの人の知恵も生かしたいということで、ただ私バーだけに終わらせたくない。で、バーは人にものづくりの喜びとか、それから循環社会の大切さを教えるところだけども、そこにいろんないらないものと思われるものを持ってきてもらって、付加価値を見つけて新しいものに作り変えるっていう運動をそこから始めたい。で、最後にはもうクリエイティブリユースセンターとか学校教育とか、全部のところでエコシステムが回るようにしたいなというのが今の私の、望みで始めたことです。で、これワークショップですけど、みんなすごい生き生きと没頭してやってますね。で、私自身もすごい楽しみました。今度のバーの机はですね、端材を使ってですね、こうやってみんなで作った机になります。ものづくりは楽しい、単に楽しいだけじゃなくて、いろんなことを考えさせられる、そんなバーにしたいと思ってます。というわけで、ビルドレートの言ってるように、私もなんかできたから皆さんもチェンジメーカーになれるという、そして素晴らしいテレクスコミュニティ、コラボレーションの世界が待っているということで、ありがとうございました。